マイクラでドラゴンを作るとき、初心者とプロの違い。ドラゴンって一般人作んのか。せーの、ドン！なんか、ペットサイズのドラゴンができた。ふざっくんできた？できた。いきまーす。せーの、ドン！おー、すげえ！めちゃ芸術的にかっこいい。これはどういうテーマなの？ちょっとファンタジーな感じで、ドラゴンが封印されて石化したみたいな雰囲気で作ってみた。この少ない色もおしゃれだね。ハマグリ、ドラゴンできた？できた。もうドラゴンっつったらこれしかないでしょ。せーの、ドン！おお、リザードンだ！すげえ、リザードン作りました。ちょっとトリックアートみたいな感じでね、ゲーム機の中に入ってるように見えるようにしました。でもちゃんとこれ近づいても360度全身作ってあります。待って、やば。ちゃんとね、あのドラゴンっぽい感じの肌の質感を表現するためにいろんなブロック交えてみたりとか、影になりそうな場所は黒いブロックを使ってね、立体感を出したりとかしてみました。尻尾がすげえわ。これがリザードンの命です。でもさ、こいつドラゴンタイプじゃないよな。